はい、カリカスクラブ満席でした。さあ次々と映るのもいいんだけど、ちょっとどうせなら博多駅までタクシーで行っちゃおうかな、なんとなく適当に考えます。米沢泉のフィールファイン TV、 こんばんは。本日12月29日、仕事納め終わりました。でそのままシャワー浴びて、朝まで感じたんですね、改めてやりまして、こちら京成の押上駅、スイカタッチして入場しまして、こちらからですね、この羽田空港駅に乗ってまいりましょう。九州ジスコートの旅と称しまして、1年以上やってなかったジスコートの旅をね、年末年始休みが5日間しか取れず、うち1日は実家に行かなければいけないため、まあ、4日間でね、今年九州行ってないじゃんっていうね話で、まあ何らかのテーマを見つけ、まあちょうどねいいかなと思ってこの旅を企画したものです。そしたら11月23日の第4回方言漢字サミットで席で、フォロー、母に衣と書いた1文字で合字のフォロー、この入りの地名がですね、なんと、JR 九州ジスコードの切符の経路上にある、まあ連絡通過連絡なんですけどね、あるということで、ね、そちらも訪問する、そんな旅になっております。これの一本後になります。はい、押上駅から、特急になっていますが、ここから急行ですかね、羽田空港第1、第2ターミナルです。はい、終点羽田空港第1弾ですね、スターフライ、終始ガラガラでしたね。まあやっぱり一昨年とかに比べればね、全然まあ少ないけど、一昨年、まあ、6割ぐらいって言われてますね、一昨年はね。なんか空いてます。はい、はい、出発コンコースですね。閑散としております。まあ冷静かかってスターフライヤーの時間はこんなもんか、まあでもやっぱちょっと少ない気がしますね。はい、ということです。端っこまで行きましょう。スターフライヤー久しぶりに乗るんで手順忘れましたが、スキップサービスでもあるのね。ダメなんだね、先に買う友人カウンター行かなきゃダメみたいで、自動チェックイン機が使えないのかな。でも9月に成田第3で大変ダメに遭いましたからね、エラーになってしまって大騒ぎになりましたんで、この方が安心安全ですね。はい、めっちゃ時間かかりましたね。不慣れな人が多い、家族連れとかね、ベビーカーどうするかとか、荷物を40キロ以上積んでしまって困ってる人とかも、てんやわんやでございます。さあ、じゃあ保安検査場を早速通過しましょう。ベルト取んなきゃ、そしてバッテリーを死ぬほど出さないといけないやつやね。はい、今手持ちの iPhone の他に iPhone、Android、モバイルバッテリー、これ1台、2台、一発目の3台、MacBook Air、財布、コート、カバン、大変なことが、あとベルト、ベルト、G1 ベルト、はい、はい、保安検査場を通過しまして、スタッフライナー、22時発の便ね、あそこの遠くの方に止まっております。ということですね、結局ですね、パンカーのあんだけ外してるパーカーのジップが反応してしまい、女性係員さんに上半身全部くまなく触られているという屈辱プレーでございましたね。仕方ない、はい、強化されてるってことですね。はい、もう登場始まってますが、米沢の時間は後でございます。はい、グループさん登場始まりましたが、スキップサービスを今撮ってる iPhone に入れてしまったため通過シーンが撮れません。仕方ない、登場でございますね。スターフライヤー93便、呼吸感あふれるこの、ね、革製の
稼ぎたいですね。墜落時に死ぬ確率が一番低いこちらに最高なんと後ろのお兄さんの奇跡だけが残らないので相手に連中できて女子2人が真ん中に座っていたということで私ども一方に発散して座ったところですね。ありがとうございます。釣る前になりましたね。そうして空の旅を楽しんでいただくと機内の設備空のルールについての話をしましょう。はい、手荷物は座席上の。時間過ぎてるんですけど、待っててくれるんですかね。まあ、一応あとあるけどね、一応それあります。はい、北九州空港ですね。待ってます。バス待っててくれるのかな。比較的荷物早く取れましたね。ということで、バス、お急ぎくださいと言われたんで急ぎます。これかな、これかな。違いますね。小倉行きではない、博多行きです。あれ、博多行きって向こうですか。はい、ありがとうございます。はい、乗るよ、待っててね、乗りたいです。ちっちゃいやつ、これ店員、これ間に合わないとね、店員制なんだよね、これね。そう、中型バスなんだよ、運転がね。というわけで、西鉄タクシーの運行ですが、一応西鉄バスの博多駅ということで、はい、行きましょう。はい、一番後ろに座りましたね。まだ、まあ、発車しないようで、セーフです。ね、IC カードリーダーに、タッチだけして整理券方式のようです。別に定額なのにね。はい、結局乗客4人で発車しました。福北リムジンバス北急西鉄タクシーの運行で、西鉄バス福北リムジンバス天神高速バスターミナル前行き4人の乗客で発車でございます。15分遅延ですね。まあ正直これは、何らかの法律をあれこれした状態でカットバス可能性があるので、期待しましょう。なんのこっちゃダメです。交通の大きな守りましょう。はい、福岡リムジンバス、天神バスターミナル前、下道ですね、普通の一般道に今4分自着ということでね、9分回復しました。まあ、実際にはですね、あの呉服町とか博多駅前が、まあ、6分自着だったんで、9分自着じゃないね、11分からか、6分自着だったので、まあ、9分、高速道路では9分しか回復しなかったですね。
失礼しました。安全運転でした。申し訳ないです。さあ、というわけでこの後どうするかなんですけども、まあ、もちろん仮眠はちょっとするんですけど、激辛食べようと思いますね。なんのこっちゃですね。はい、バイバイ、ありがとうございました。天輪バスターミナル前の下道のバス停から800メートルですか、歩いてまいりました。あれどこだろう、分かってない。ここだ、ここですね。ちょっとこれ映らないですけど、こちらでございますね。トマトラーメンと辛麺の店、正式名称を長くて忘れました。こちらでございます。ここで本日30日の激辛ですね、食べましょう。酔っ払った人が次の店を求めてさまよう天神大名のあたりでございますね。もうすぐ天神ですか。トマトラーメンと辛麺とほにゃらら中略三昧、辛麺720円の最強プラス200円をいただきました。7分間完食でしたが、思ったより辛かったですね。非常にコク旨味が強いね、サラサラしたスープ、ニンニクいいんですけど、まあ、韓国唐辛子がそれなりに入ってるんですが、明らかにブランド唐辛子じゃあるんないですかね。ハバネロのような気がします。口内を刺すような痛みがありますね。もう事前対策なしで飲むなんて実は結構きついかもしれません。この後ね、浦和最強新世界と、新世界と続いていくんですが、ちょっと米沢の実力で新世界無理かもしれないですね。まあ、浦和最強は明後日来たいと思います、体調よければね。ということです。細麺でね、この麺は明らかに博多ラーメン的なやつですかということでね、詳しくは激辛動画をご覧ください。はい、そして見えてまいりました、カイカースクラブ、ね、ここでもう2時間しか仮眠できませんが、2時間仮眠します。で、ところがですね、ここ今満室噂が Google の地図によるとある気もいたします。さあ、ここ空いてなかったら次々と流浪していくしかないんだが、まあ一席でもいいやって感じですかね。入ってみましょう。はい、カイカースクラブ満席でした。さあ、次々と映るのもいいんだけど、ちょっとどうせなら博多駅までタクシーで行っちゃおうかな、なんとなく適当に考えます。カイカースクラブ天神南駅前店から 1.1 キロ歩いてきまして、こちら、川端の中洲のメディアカフェポパイ、Google によるとここは空いているというね情報が入っております。はい、まあ、若者が飲む街じゃないみたいですね、この辺ね。フランチャイザーが倒産してしまったメディアカフェポパイ、九州と中国地方の一部では独自に運営されていて、昔の会員証も使えるということで入りました。そして空いてるなんて Google の情報嘘っぱちで、これなんとフラットのラス席です。もうこの後リクライニングの満席で、もうオープン席数席しか空いてないというね、大混雑でギリギリセーフ。まあ、しかしあと2時間しか仮眠できませんが、頑張って2時間目をお休みなさい。